などの特殊詐欺。今年3月末までの神奈川県内の被害件数は約350件、被害総額は約8億6000万円にも上りました。皆さんの大切な財産を守るため、県警察では特殊詐欺撲滅対策を強化しています。急にお金が必要、キャッシュカードを預かります。電話でこれらの言葉が出たら、それは詐欺です。絶対に騙されないでください。また、役所の職員を装い、医療費の返金があります。ATM で資金ができます。などと語り、ATM を言葉巧みに操作して、見つかるうちにお金を送金させるという手口の還付金詐欺も増えています。市役所は ATM の操作やキャッシュカードを求めることは絶対にありません。少しでもおかしいなと感じたら、すぐに親戚や家族に相談してください。以上、神奈川県警察からのお願いでした。